料理人にとってそれは全てに勝る価値ではない。がそれは時に彼らの運命を変える。今年もその季節がやってきた。毎年恒例ミシュランガイドの発表セレモニー。岸田修造様おめでとうございます。三つ星の評価を受けた11人のスターシェフ。緊張の面持ちが並ぶ中、威風堂々登壇する男がいた。日本料理神田博之、神田博之、神田の主、神田博之、56歳。発行当初から13年連続で三つ星をいただくのは、日本料理のカテゴリーでは神田ただ一人。今はなんかほっとしてるっていうのもありますね。皆さんの期待がやっぱりある。やっぱりお客様に美味しいって言ってもらいたい、言ってもらえるかなっていう不安と葛藤じゃないですか。不安があるから最後の瞬間まで努力する。快挙を祝すべくこの男もやってきた。ある特命を帯びて。彼はパレド Z のチーフキュレーター、三石貫太。パレド Z とは、100年先の未来に残すべき一皿をパーマネントコレクションとして後世へと継承していく食の美術館である。さて、今回の料理人はどんな一皿を完成させるのか、とくとご賞味あれ。パレド Z、 美味しさの未来。神田の店は東京元麻布の閑静な住宅街に佇むビルの1階にある。今回初めて板場の取材が許された。すげえだろこれ。こんな罠がつはなかなかいないぞ。ついつい見つけて買っちゃった。用いる食材は全て神田が自ら目利きする。気に入ったら絶対に逃さない。値段の話はいつだって後回しになる。これも山行さんに紹介してもらった。市場でこんないいタイ見つけちゃったら、ほら、買わずにはいられないっていうか、いくらしたんだろう、聞きたくないわ。もう、わお、すごいすごい鯛だよこれ。最高の食材を前にすると、まるで少年のように目を輝かせる。もちろんそうだけど、色とか艶、色っぽいよね。ノリノリっすよこれ。四季折々厳選した食材に最小限の手を加え、料理に仕立てるのが神田の流儀なのだが、決して縛られたりはしない。例えば甘辛く煮たあん肝に合わせたのはトースト。フォアグラのテリーヌから着想を得ている。発想が自由ですよね、日本料理のその伝統的な季節的な組み合わせプラスアルファ何か神田博之にしか表現できないものを常に何か探って模索し続けてるのが神田さんなんじゃないですかね。三つ星たるゆえんが知りたくて調理する様を見せてもらった。手の内を明かしてくれたのは椀に使う出汁の引き方。昆布と本枯れ節を惜しげもなく使った極上の出汁。それは基本に忠実で
木をてらわない手本のような作り方だった。OK。どうなったら正解というか。美味しかったら正解。上品な一番だしと美しく盛られた季節のワンダネ。これぞ日本料理の王道。だが客は皆口を揃えてこう言う。神田のワンは何かが違う。底なし沼のような美味しさというか、澄んでるんですけれども奥の方にこう旨味があるみたいな。神田さん料理は映えないんですよ。はい、要は見た目の写真ではなくて味わって体全体でその凄さというか美味しさを感じるということで、やはり見た目の美しさよりももっと内面の美しさのある、はい、料理だと思いますね。最小限の構成、最小限の盛り付け、たくさんの要素をあまり入れない。でも一品だけわーっとたくさんの要素が入っているものも入れようかなみたいな、そういうコントラスト。シンプルだけどすごい深い料理とか、華やかだけど軽やかな料理とか、まあそういうのを考えてる時が一番嬉しいんじゃないですか。というかそれ聞こえないけど、もう向こうに置けよそれ。ある日の営業前、そもそも出会ってないと思う。分かんなかったらダメだよ。温厚な神田が珍しく声を荒げた。板場の後ろに備え付けられた食器棚、客の目に映る場所に器を雑然と並べた弟子を咎めたのだ。それも全部うちの印象なんだよ。はい、ちょっと神田は言う。客が触れる全てに心を配れてこそ真の料理人なのだと。そんな神田を料理の道へと導いたのは両親だった。父母共に料理人。実家は徳島の名の知れた料亭。両親が高齢になったため10年前に店は閉じたが、訪れるたび当時の記憶がよみがえる。これ上が宴会場だったんですけど、最初の宴会場かな。よく姉と2人で後片付けをしてた。今見ると狭く見えますけど、僕はちっちゃい時は広く見えましたね。ここにお膳並べて法事とかやってましたね。近所の方の法事とか。父は天ぷら揚げたり刺身切ったり、母親は茶碗蒸し蒸したりお寿司を握ったり、子供たちも普通に手伝って、僕なんか盛り付けとかは小学校からやってましたし、そういう環境の中で自然に育ちましたね。神田にとって原点ともいえる思い出の味がある。母が作ってくれた茶碗蒸し。開けた瞬間に柚子の香り、三つ葉の香り、こうなんかプルンと優しい歯触り、あとゆり根が好きだったんですよね。もう椎茸も鶏肉も全部いらんから、ゆり根だけで茶碗蒸し作ってって言ったことがあって、全然美味しくなかったんですよね。なんで美味しくなかったんですか。いやだから鶏から出る出汁とか椎茸の香りとか、そういういろんなことのバランスが料理なんだなって。うまみっていうものがこう食材からにじみ出てくるっていうのが初めてこう、感じたっていうか。料理人人生の振り出しは大阪の割烹。その後
パリの日本料理店で料理長を務め、5年ほどで帰国。ふるさと徳島の名店青柳で腕を磨き、40歳で独立を果たした。料理人を目指すっていうことも含めて当たり前だったわけですよ。料理屋に生まれた長男が料理屋を目指すってどうするんだって。僕はこうやって親が決めてくれた職業でなんとか成功することができたので、これはこれで親に感謝してますけどね。決められたがゆえに突き進めたのかもしれない。迷うことなく料理の道へと進み、まっすぐ突き進んできた神田なら、未来にどんな一皿を残すだろう。神田博之殿、未来に残すべき作品を提出されたし、パレード Z 館長。簡単に考えれば簡単ですけど、掘り下げれば深いテーマではあると思います。面白いんじゃないですか。なぜ我々がパレド Z を立ち上げたのか、それはこの番組が美味しさの未来を考えるミツカンの提供だからに他ならない。日本一の米どころ新潟、中でも南魚沼産のコシヒカリは最高峰の米とされている。そんな南魚沼でとりわけいい米が取れると言われるのが西山地区。このテントからこっちです。はい、はい、一列に並んでガーッと行きましょう。で、9月下旬、収穫期を迎えた田んぼに神田の姿があった。よろしくお願いします。米の素晴らしさを広めるべく農家から田んぼを借り、店で出す米を作っているのだ。写真撮ってないけどやっちゃえよ。あ、志を共にする料理人仲間との田植え、そして稲刈りは毎年の恒例行事となっている。これで お茶碗一杯とかの世界じゃないですか。で、僕ら何気なくもう米は無限にあるみたいにね、あるけど、やっぱこうやって米ができてさ、作る人がいて一喜一憂して、やっぱり米を愛する日本人の心は変わらないでほしいなっていうか。お久しぶりです。始まりはある男との出会いだった。鈴木さん。神田たちの田んぼを管理する鈴木清、79歳。あ、そうなんですか。米作り一筋60年、原農薬を貫いてきた。これもいっぱいだよ。親のタッチ。タニシは農薬に弱いとされる生き物。鈴木の田んぼにはタニシをはじめ多くの生物が住み着いていた。そんな鈴木の米との出会いはもう12年前。真剣に素材と向き合う姿勢に多くを学ばせてもらった。そして何よりその透き通った味に驚かされた。みずみずしさ、綺麗さですね。日本料理の美味しいはね、美しい味と書くんですよ。うまいじゃなくてね、うまみがたっぷりあるっていうことではなくて、やっぱり美しい味、綺麗な味、それはみずみずしさだったり香り豊かなことであったりするんですけど、僕はそれを感じたっていうことですね。いやー、もう食べたい。
100年先の未来に残すべき一皿、主役に据える食材はこれしかない。やっぱりお米でやりたいと思ってます。何を100年後に残っておいてほしいか、何を残し、まあ、100年後に僕に生きてないわけですから、その時にやっぱり残っていてほしいなと思うのは一番にお米ですかね。米はやっぱり日本人にとってなんかこう魂、ソウルフードだしね。東京に戻ると早速作品作りに取り掛かった。新潟での稲刈りから2週間、神田自ら収穫した米が届いていた。今年はちょっと粒がちっちゃいね。でもよく締まってて美味しいかもしれない。筋肉質な米なので、ちょっと5分か10分水につけてから炊きます。浸水時間を短く、水分量も少なくして炊き上げた米、それをお室に移す。そこに加えたのは酢と、ふるさと徳島名産のすだち。そう、作ろうとしていたのは酢飯。酢飯はみずみずしい新米ではなく、水分の少ない小米で作るのが定石なのだが。あ、すごくいいわ。筋肉質だから新米なのにシャレにできる。すごいすごい。あら、スーパーおいしい。神田が仕立てようとしていたのはなんと寿司だった。まあお寿司が好きだからってもあるけど、お寿司は日本料理の範疇だと思ってるし、手が料理道具、稀有な料理ですよね。で、手で作ったものを渡してまた手で食べてもらう。すごくプリミティブですけど、僕はこの世界観好きなんですよ。日本料理神田の主、神田博之。未来に残すべき作品とは。あれ、おひつがじゃあよろしいですか。ほう、これあれ、おひつがじゃあよろしいですか。ほう、これ見事ですね。はい。最高の米と何を組み合わせる。神田が選んだのはマグロだった。米とともに日本の食文化の中核をなすマグロ。店でもよく使う、神田にとって特別な食材。マグロのうまみというよりはマグロの綺麗な脂身が欲しい。外海で取れる津軽海峡の入り口の尻屋岬で取れるの。そうなの。全然。うわー、ちょっとあの釜のとこもなんかちょっと試してみたいです。はい、いいっすよ、どうぞ。釜すげえな。神田が狙いを定めたのは宮城県塩釜沖で獲れたクロマグロの釜。あ、それを酢飯と合わせる。
ようですね。こうしばしお待ちください。神田が取り出したのはなんとトリュフ。これは見たことない光景ですね。イタリアアルバ産の最高級白トリュフを惜しげもなく振りかけた。まず香りをお楽しみください。いやちょっとじゃあ失礼です。これはちょっといやうおいやこれすごい脳に突き抜けますね。はい、ちょっと涙ぐみますね。良かったです。トリュフの香りもちろん素晴らしいです、はい、口に入れた時の相性これももうすごいです。これどうやって思いついたんですか。まあ、基本的には、まあ、種明かしをすれば全てのキノコ類っていうのは糖質に合うんです。例えばトリュフだってそうじゃないですか、はい、結局はパスタかリゾットに入れるのが一番美味しいんですよ。最高ですよね。これはベーシックなセオリーなんですよ、うん、そこにでもやっぱり一かけらの油が欲しいわけですよね、はい、トリュフと糖質をつなぐために例えばカルボナーラだったらバターだし、はいはい、リゾットだったらまあ生クリームだったりするんですけども、うん、それを極上のカマトロでやらせていただいたという。松茸とか、まあ、椎茸、えのき、コウタケ いっぱい山ほどあるのになぜこのトリュフだったんですか。やっぱりあの和っていうのはやっぱり和む合わせるというものがありますからやっぱりいろんな国からどんどん入ってくる。で100年後多分トリュフも別に珍しいもんじゃないと思うんですよね。なるほどね、はい、でも言ってみたらあのいわゆる地球からできてるもんですもんね。そうです。どこの国だろうと、はい、人の地球っていう意味で言ったらこれは全て残すべきもんですよね。あとやっぱり料理人として残さなきゃいけないもの、はい、って何かなと思った時にやっぱりあのお米の文化、はい、日本人がやっぱり今糖質制限とかいろいろ言われてますけどもでもやっぱり片方であの少なくなった米農家さんがすごくいい米を作り始めてます、はい、特にやっぱりこの時期新米ですから新米の美味しさをやっぱり日本人は美学としても持っていてほしいっていう。神田さんの未来に残すべき作品確かにいただきました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。マグロ、トリュフに負けない傑出した力強さを称えた米だからこそ成し得た仕事だった。数日後神田のもとに一冊のメニューブックが。米の素晴らしさを再確認させる神田の作品はパレドゼットの新たなパーマネントコレクションに加わった。三つ星っていうのは生き方なんじゃないかなと思ってるんですよ。だからお金を儲けたいのか店をいっぱい持ちたいのか有名になりたいのかそれともやっぱり美味しい料理を作りたいのかっていう有名なシェフになったらその選択肢を突きつけられるみたいなところはあるんですよね。僕の目標は日本一の板前さんなんでそこに向かって頑張りたいと思います。なぜ我々はおよそ30分を費やし美味しさの未来を真摯に考えたのか。それはこの番組が同じ志を持つ水缶の提供だったからに他ならない。